キューズチャンネルレディオ工事現場のプレハブ小屋。ごめん。さあ始まりました、工事現場のプレハブ小屋。かこかり。このラジオは U字工事さんが所属する事務所デューズの若手芸人スーパースーザホンマシーンのターくんとバジトーフの山口でお届けいたします。工事現場の休憩所プレハブ小屋で話すふわっとしたラジオでーす。はい、というわけで明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで2022年明けましたけども、はいはい、どうですか。まあ、そうですね、だから今年は明けました。本当に明けたかどうか、はい本当に開けたかどうかはここで言っちゃったらなんかいろいろあるだろう。あるか察してください皆さんね。まあまあけど2022年になりましたよ。2022年、2が並ぶか。2022、そうやんな。2422、何それ。語呂合わせ、2422。もういいよそんなこと。まあですけど、あの2022年になって、はい、まあ、ちょっと新年こう、なんていうんですかね、なんか挑戦じゃないけど、まあ抱負か。まあ抱負もそうですし、なんかその2021年を、はい、なんかまあこの前振り返ったじゃないですか。まあ去年なんかよくお正月とかに去年の感じはみたいなあるじゃないですか。お正月、年末か。年末やろ。でもやってみましょうよ、その、はいはい、ああいいんじゃないですか。去年のあの、1年を漢字一文字で表すと、はい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 、まあ、僕は簡単です。何ですか。離れるです。離婚の離です。離婚したっけ。離婚してんだよ。じゃない。2022年一発目のです。今年も続けます。今年も続く。でも本当にそれですね。あけど離れる、あそうか、けどそれ一文字でもあれかなんか終わりじゃないけど、なんかもうあれがインパクト強すぎて僕は。ああまあけど確かに、何ヶ月だったっけ。11ヶ月で一緒に住んだったっけ。いやいや別居婚。11ヶ月間だからの別居婚実質あったの、うん、多分1ヶ月ちょい。マジで、まあ、それこそ結婚したけど新婚生活みたいなことしてないの。まあなんか長めに休み取って、はいはいはい、お互いにそこの休みでなんか何泊もしてみたいなのはありましたけど、あちゃんとその部屋借りてとかではなかったですね。あむしろその準備期間の間に別れることになったって感じです。玉木さんは何ですか。ちなみに私はなんか怖いっていうか恐怖のマイナスとマイナスマイナスの感じがっていうのも、はいはい、まあ、ありがたいことに、はい、細かすぎてネタさせてもらったんやけど、まあまあまあ、はい、うん、僕落ちるのがすごい怖いんですよ。あ、なんか絶叫マシンも苦手って言ってました。もう無理、鈴鹿サーキットのロッキーコースターで十分なくらい。もう鈴鹿サーキットのロッキーコースターが分からん。なんだそれは。あるのよ鈴鹿サーキットのロッキーコースターを。みんなが知ってると思うな。これでね、皆さんあの三重県にある鈴鹿サーキットに行ってロッキーコースター乗ってください。有名ですよね、鈴鹿サーキット自体は有名ですけど、まあそれにはロッキーコースター、まあそれはいいや、まあ、とりあえず落ちるのが怖いんよ。あ、落ちるのが怖い。そうだからモノマネ、あ細かすぎていただいて嬉しい反面、あれ落ちんの俺嫌なんやけどっていうのもあった。あなんか言ってたらしいですね、ディレクターさんがなんか、そうそう、作家さんに、作家さんか、なんかそのオーディションの最終日も決定したよっつって、なんか聞くことある、はいはい、みたいなことを言われた時に、はい、僕落ちるのすごい嫌なんですけどあれどうなってるんですかねみたいな。確認を。そうそう、事前確認を。どれくらいの高さなんですかねとか、下はどうなってるんですかねとか。いやもう十何回もやってるから大丈夫だろ。何回もやってるでしょあれ。いやけどうちの相方がそのやっぱ楽器持って落ちるから、まあ、それは怖いですね確かに、っていうのもあったけど、そうプロのスタントマンが来て、はいはい、なんかサポーターとかいろいろガー巻いてクッションもいろいろ挟んで、はい、ネタやって落ちるっていうのがあったよ。おお、だからもうちゃんとスタントマンさんも入ってるんですね。なんか怖いって別に他になかったんですか。まあ怪我が
あ、怪我が。そう、確かに何回かしてましたね、怪我。3月にね、はいはいはい、ぎっくり腰1回やったんや。ああ、はいはい、1回ね。そう、筋トレでデッドリフト、バーベルを上下から持ち上げるやつ。はいはいはい、で一撃食らって、はいはいはい、で治ってきたと思ったらデッドリフトで一撃、デッドリフト一撃なんかプロレス技みたいな腰一撃でやられ、そうそう、はいはい、でまた4月にちょっとした軽作業でもう一撃食らって、もう1ヶ月しか空いてないんですよ治ってなかったよ、まあ、治ってなかったんですね。なかなかね、治るもんじゃないですからね。癖になっちゃう。歩くのもだいぶもう苦でしたよ。ああ、だからもう本当に力入んない状態ですよね。そう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 、よちよち歩き、おじいちゃんみたいな感じ。ああ、もうだからだいぶですね。靴ずっと吸ってたもんな。うわ、きついですよね、腰は。ほんで、ヘルニアやってるんでね、はい、そう、今ね、半年経ってプロレスのリングの、はい、撤去のバイトをやってたんやけど、はい、プロレス好きですよね。そうそうそう、はい、なんか体育館でよく引いてるマットを丸めて担ぎ上げて持ってこうと思ったら、はい、バランス崩してマットが後ろ倒れてって、はい、そのまま肩が抜けるっていうボロボロじゃん。ボロボロよ、もうどうしたと思って、30半ば、ま、目前にして。だからもう30半ば目前だからねそれはもうもう体がついていけないから。来てるのよちょっと。あ、まあ、だからそういう意味でだから怪我も怖いっていう。そう、怪我だからもう結構今慎重にやってる。筋トレもマックス重量やらんもん。でもやってるだけまだいいと思いますよ。あ、多分怪我には強くなれるじゃないですか。はい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 。でその多分ぎっくり腰の後遺症やけど、ヘルニアになって。ああ、まあまあヘルニア。今ね、マジで左足のもも裏が痛いのよ、はい、いや神経痛きちゃってんじゃねえか。そうなのよいや、ほら本当に気をつけてください。僕はもうひどすぎて手術したんですけど、僕もちょっとほんまに病院病院行って痛み止めとかもらって飲んでたんやけど、はい、ちょっともう一回そろそろ行こうかなと思ってる。ああ、だから、うん、まあ去年の感じは怖いと。怖い、僕が離れる、離れる離婚の離だからね、マイナスですから。で逆に言うと今年の抱負は何ですか。今年の抱負は2022年、やっぱりもうこうコロナが収まって、ほんまに本気で収まって、はい、営業が戻ってきてくれて、はいはいはい、こうイベントとかで皆さんに会う。そうですね、それこそライブとかももういっぱいいっぱいで、うん、こう皆さんに会えるようにそうですなりたいですよね、うん、やっぱりお客さんね制限したりとか少ないと、やっぱり芸人はどうしてもちょっと寂しい気分になるじゃないですか。そう、やっぱり笑いの量は違うとね、はい、乗らないですしね。まあまあもちろんね、少なくとも一生懸命やろうって僕らは思いますけど、うん、やっぱりいっぱいいるとこうあーってなんかなる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 っていう気がもっと起きますから。そうそうそう、ある。だからまあやっぱりこう何、いやいや、なんか今喋り出そうとしてたでしょ何って。いや何、自分で話の迷子じゃん。あ、自分で迷子になりったじゃん。どこここ、今年の抱負は迷子にならないけど。なんで迷子にならないの。もっとまあけど、たくさんのお客さんの前でやる。そうそうそう、やりますし、あと営業が一応ね、2月ですけど、まだちょっと確定はしてないんでちゃんとは言えないんですけど、イベントに呼んでいただいてたり、はい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 、でもしかしたら僕も格闘技の試合に出るかもっていう話があるんでこのボロボロの体を引きずって、はい、胴体に鞭打って、なんでまあその抱負としてはなんか新しいことにも挑戦しようかなと。はいはいはい、うん、なんか僕の方もどちらかっていうとちょっと近いですよね。だからモノマネユニットに入れていただいたので、はい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 、まあちょっとモノマネの方も頑張ってみようかなと。ウガンダトラさん、ウガンダトラさんもそうですし、なんかいろいろやってみたらって、やっぱモノマネのプロの人たちとやるので、はい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 、なんか教わったりとかして、あーけどすごいね、いろいろできたらなとは思ってる、うん、いい勉強になるじゃないですか。それこそなんか僕の顔ってなんか、うん、多いらしいんですよ、そのなんか。いや多いのよ、あの響きの長友さん、はい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 、あとはこの坊主になるとなんか最近言われるのは、あの山本圭一さん、あの極楽とんぼ、あー似てんのか、あのメガネ外してこの坊主でパーカーとか着てたりとかすると、はいはいはい、ちょっと山本さんっぽく見える。あ、そうなんや、はい、あとはなんかあのビギンの、あの歌手、あのボーカルの人、ボーカルの方だったり、ハンチングかぶってる、ハンチングかぶったりとかすると似たりとか、
なんかいろいろ似てる人がいるらしいので、いや俺はそれこそあのオリンピックに出てた女子のハンマー投げかなんかの誰が分かるんですか。アメリカのだろ。アメリカの銀メダリストの、銀メダリストのすげえんだけど、お前に似てる人見つけたよって LINE 送ってくんじゃないよ。調べるじゃない。俺絶対あれ細かすぎていけたって。似てた、似てたやろ、似てた。俺題名だけで面白いと思ったもん。めちゃめちゃテンション上がってインタビュー受けてた、うん、あれでしょ、ハンマー投げじゃなくて重量上げ、重量上げか、はい、で僕家で練習したって言ったじゃないですか。ああ言った言った言った。その細かすぎたのオーディションがあるからっつって怪我したのその人が僕がなんで重量上げってあのしゃがんだとこからうんってやるじゃないですか。膝やってるからあその家でなんかバーなんか物干し竿みたいな練習してたんですよ、はいはいはい、その時にうんってやった瞬間に膝がガクンって落ちてそう立てないと思って。マジそう畳のあのボロ屋の畳の上でやって、ボロ屋の写真見たことあるけどはい、はい、廃墟みたいな、廃墟みたいなで練習したらダメになっちゃったから。そうなん、でもなんかそういう風になんか今まで結構、うん、なピンで活動することはそこまで多くなかったですけど、はい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 、だからその漫才もちろん本気でやりますけど、うんうん、それと別に何ていうんですかね、バジ豆腐を知ってもらえるように、まあ、そうね、だからバジ豆腐山口としていろんなところに出ていきたいなと思ってますよね、うん、そうですね、はい、まあ、僕もねスーパースーパーなかなかで漫才だけのオーディションってなるとちょっと減ってきちゃってるんで、まあネタ最近はやっぱこの短い秒数で、はいはいはい、受けるような、そうですね、あるあるネタ、あるあるネタとか15秒音とかありますからねあと特技系ね、特技系とか、うん、本当に10秒、20秒、30秒ぐらいで収まるやつってなっちゃうんで、そう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 、やっていかないといけないかなと思ってるんでね。そうなるとコンビだけじゃなくピンでもみたいな感じになるんで、ね、うん、体を使ってかなとは思ったりしますよ急に、うん、あのそれこそね、なんか特技増やしたいとかも言ってましたもんね。そうね、だから最近そういうやっぱオーディションのさ、はいはい、プロフィール欄みたいなのにアンケート用紙か、はいはいはい、あれに特技って書けへんのよね。あー僕はスポーツばっか書いちゃうんですけど、けどそういうんじゃないですよ、ね、そういうんじゃないやん、お笑い的にさこんなことできますよっていうのをなんかテレビ映えすることができたらやっぱり、だって特技野球って書いてももう引かへんやん、引きつけられへんやん。そうですね、高岸なんて150投げるわけやからさ、そうです、ね、140か。僕だから特技タックルって書いて吉田沙織さんかよ日大のアメフト部でタックルはまずい、ダメでしょかっこ後ろからみたいななっちゃう膝に向けていや後ろからタックル自体は不正じゃないですけど、ああのもう僕もプレーしないですよって人に言ったからアウトなんですよね。まあまあそうですね、まあまあなんかそういうのもなんか特技としては書いてますけど、うん、なんかでも確かにそれだけだとね。そうね、だから俺もスポーツやってただけになっちゃう。やっぱり掛け算掛け算かなと思って。掛け算掛け算フラッシュ暗算みたいな。いやいや、そういうことじゃない、そういうことじゃない。ああ、そう特技が掛け算じゃなくて特技の掛け算を。だから俺も筋トレするから筋トレしながら何々みたいな、何々でその夏季全国大会6位やから、はいはいはい、筋トレしながら夏季むくとかその夏季全国大会6位は夏季大会なのよ夏の季節になっちゃうんです。ああそういうことか、そういうことか。あの広島とかにある夏季ね、そオイスターオイスターオイスター、ね、オイスターの 早むぎ大会全国6位。そう、いや夏季全国大会6位はもうなんかそう夏のインターハイでなんかで6位になったのかな、なっちゃうだからまあそういうちょっとなんか、ね、まあ、筋トレしながら夏季むくとか、あとなんか最近知ってんけど足の指がめちゃくちゃ握力あるみたいな、握力っていうかな、あ、まあ掴む力が強いっていうね。そう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 、だから筋トレしながら足でなんか字書いてみようかなと思って。おー、いいんじゃないですか。そうそう、なんかそういうのを。でも、うん、今聞きましたけど書き向くとか字書くとか、まあ一般の人からしたら何それよ何それよでもまあ芸人からしたらそれできたらテレビで見たいですもんね。けど俺らもやっぱ見ててたまにえ何それっておらん、いますいます。でもそういうのが今ね受けたりとか、そうそうそう、それこそ YouTube で跳ねたりとかしたりとかしますからね。だからそういうのちょっとねなんかやっていこうかなとは思ってる。ああ、いいですね、うん、もう僕はずっとマネージャーボスからカレーを飲めと特技はお前はカレーを飲むことだって言われて
2トン行く、2トン2トン2トンのカレーマンを日野のトラックじゃん日野のトラックのカレー飲むトン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 日野の2トンなんだよカレーを飲むいや死んじゃう、まあね、爆発するだろそんなやつ、まあ、そんな感じでね、はいはいはい、今年の2022年は、僕は特技を増やしたりちょっと新しいことを始めてみようかなとはい僕も仕事の幅を広げようということでね、はい、なんか皆様のね目の前でこう見せる機会があればいいなってことですねなんかけどコメントでね、はいはい、2022年私もこういうことをしたいですとかそうですねこういう年にしたいですよみたいなとかねなんか何でもかんでも送ってくださったら僕ら喜んでもう読んでます読みます読みますいつも喜んで読んでるんだよねああ来てくれたこの人またとかあるんでねありますありますぜひぜひよろしくお願いいたしますさあというわけで今回もジムズチャンネルラジオ聞いていただきありがとうございますいいねチャンネル登録コメントで話してほしいテーマや相談事もお待ちしております山口考案2022年工事現場のオペラ早い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 もうないの分かってるから早いのよ俺も思ってるけどないよないよないよないけど賭けで言わせてくれ賭けなんだもんこれは分かりましたじゃあ言いましょう山口考案2022年サプライズデート参加者も募集しておりますモスのサプライズデートの参加者も募集してなんで俺が言わなあかんのかモスはもうあれなのよちょっと今行きたいですみたいなどうなるかわかんないですけどあるから寂しいなんか言った俺バカやんでもねあの何人でもいいわけですからね、はいはい、別にあまあまあまあそうですよねその付き合ってないわけやからなんかモスが決めるとかになるとなんか腹立ちますねモスやろなんか俺が宣伝してとかなんてねなんかモスの手下みたいな、ね、いやいやなまあ、デートしてな、まあまあ、って2人でデートしていいなじゃねえんだ工事現場のプレハブ小屋ギャーキキリスーパースーザホンマシーンのターくんとバジ豆腐の山口でしたそれでは皆さんおなあれでそこいつも感じちゃうんだ今年はちゃんと言えるようになるいやそこだけそれでは皆様本日もご安全に